はい、ということでどうもこんにちは、きなです。今回はですね、こちらの教えてやるよの覚醒フラグメント厳選していこうと思います。で、絶対聞かれるんで最初にやっておこうと思うんですが、こちらの覚醒元の、フラグメントメダルで交換できます。 PVP やりまくったら、交換できるフラグメントで、ここにね追加されてるんで、今日からですねやってください。はい。で、覚醒素材についてはですね、超軸ラッシュ遊んだら大体手に入ると思うんで、はい、遊んでもらえたらなと思います。ここら辺で、覚醒メモリーとか交換できるんでね、ピースとかやってください。はい、そんな感じでございます。ということで、早速ね厳選の解説やっていきたいんですが、今回も Z 目指して頑張っていこうと思います。で、スロット見ていくんですが、1スロット目基礎打工の 10%、 必殺ヨダメ 10% で、スロニーが、25% のね打者校の選択になってますね。まあ、打撃の方が理想的だとは思っていますが、今回はどっちでもよしということにします。はい。で、3スロット目が基礎体力と究極ヨダメの、10% ということで、こちらねめちゃめちゃ強いフラグメントとなっております。しかもベジト全員につけられるということで、本当にねぶち壊れの、まあフラグメントとなっているんで、もうベジット持ってる人だったら絶対つけていいと思いますねぐらいの、性能だと思うんで、そこら辺のユニフラより全然強いですということで、やっていこうと思います。はい。で、これね覚醒前から結構強いんで、ゴジータ系統とかねスーパーサイヤ人の合体戦士につけたいなって思ってる方は、普通に覚醒前を厳選するのもありだと思います。はい。ということで早速、分回していこうと思いますね。うん。まあかなりね素材用意してきたつもりなんですけれども、どうなんだろう。めちゃめちゃあれでしょう。はい。こんな感じでやっていきます。で、1ショット目が5から 10% だから、まあ結構狭いからすぐ出てくれると信じております。はい、よろしくお願いしますという感じで 7.3、 うん、多分ね 9% ぐらいから光ると思うんで、まあそこら辺目指して頑張っていきたいとは思ってるんですが、いやどうだろう、すぐできてほしいですね。覚醒フラグメントねマジでコスト重いから、うん、しかもすっごい時間かかるんで、はい、すぐ出てほしいなというところでございますね。うん。まあできれば赤粒来たらマジで喜ぶ。うん。跳ねて喜びますけれども、今回はねベジットのフラグメントっていうことでガチでね作りたいと思ってるんで、はい、3つ目いきましょう。とりあえずまあメモリ20個ぐらいは交換してきましたね。はい、見つめてないと。まあそんな感じで、とりあえずまあ倍速とかして進めていこうかなと思います。おお、 8.2 と 8.5 か。とりあえず8個目で緑なんだけど、どうしようかな。まあね、でも今回はめちゃめちゃねいっぱい作りたいと思ってるんですよね。僕ベジット愛好家なんで、ベジットめちゃめちゃ、強いフラグメント厳選してあげたいんですよね。なんでもうちょっと高い数値狙ってみようかな。はい、10個目。あー惜しい、もうちょっと高いのくれ。あー、ちょっと高い。8.7、8.8 か。うわ、ちょっとこれ残しといた方がいいな。うわ。もうね、20個目なんですけれども。いや、キツブ出ないか、マジか。めちゃめちゃ悔しいけど。はい。まあ、ちょっとだけ高い数値は出ましたね。はい。まあ、とりあえず、最後1個やっていくか。ちょっとどれ使おうか迷ってるんだけど、これと、まあ、これでいいか。はい、行きましょう。最後、来い。いや、マジでね、光ってんの欲しい。来い。いやー、微妙か。ちょっともうちょっと足してやってみようと思います。はい、ということで、ね、また、20個足してきたんで覚醒させまくっていこうと思います。はい。いやねー、やっぱちょっと覚醒フラグ、いやーこれ毎回きついんだよな。前回は超軸ラッシュライトとかあったからまだちょっとマシだけど、負担がね、いやーめちゃめちゃねメダル使うんで正直痛手なんですけれども、まあせっかくねウルトラスーパーベジット貫突させたっていうのもあるんでね、まあ今回はガチで覚醒フラグメント作っていこうと思います。ということで、もうちょっとだけ粘ってみようと思います。
お、来た、ふぅー、あぶねー。 9.55 と、9.5% ということで、よしよしよし、やっと1個光った、安心した。覚醒メモリー25個でできましたね。はい、25個でできたんで、まあ参考にしてみてください。ただね、本当に毎回個人差あるから、覚醒フラグメントって、うん、まあ本当に参考程度でお願いしますということで、さあ Z 厳選していきましょう。まあ出だしとしては悪くないですね。うん、まあキツブから始められるんだったら全然 OK で、やっていきます。とりあえずリムーバー100個用意してきたんで、これでできるかどうかですね。はい、ということでスロット2と3を強化していきます。2が10から 25% ということで、かなり幅広いんで、まあ根気強くやっていきましょう。いや助かった。正直ね、覚醒フラグメントってもう1スロット目をね、キツブにしてしまえばいつでもね強化できる段階に持っていけるんで、まあ本当にまずは一安心って感じですね。うん、いやめちゃめちゃ怖かったわ。うん、前回のね龍拳悟空とかの覚醒フラグメント、僕沼りまくってね、マジで未だにキツブできてないんですよね。なんで本当にできない人はできないから、いやーそこが怖かった。よかったよかった。はい、やっぱりベジッティングに愛されてますね。よかったわ、本当にクソ安心で。ここも、一応ね今回はどっちでもいいってことにしてるんですが、あのカウンターのねダメージが打撃の扱いにやってるらしいんで、打撃攻撃力を持っといた方がいいみたいですね。はい、うわ、ちょっと待って、これ一旦置いとこう。 21.4、2スロット目だけど強化で A までいってるのは結構でかいですね。はい、なんでまあ結構高めかなと思いますんで、ちょ一旦飛ばそうと思います。はい、びっくりした。あー止めれてよかった。はい、ということで、3スロット目めちゃめちゃ大事ですね。基礎体力と、究極技ダメージの 10% アップということで、体力上げめちゃめちゃ強いんで 10% 目指して頑張っていこう。はい、2スロット目でも21で A 出るっていうことは、やっぱり相当1スロット目の数値はいいですね。うん、助かったわマジで。こうなってくると結構楽だったりするかもしれないから、はい、頑張ってやっていきやしょう。まあ 10% なんでね、そんなに使わないでしょうと信じたいところですが、はい、ぶん回していきます。まああのね、今回のね覚醒フラグメントは本当にね、ウルトラスーパーベジットにつけられる覚醒フラグの中で一番強いと思いますね。うん、そんぐらい、あの、頭飛び抜けてぶっ壊れのフラグメントだと思ってるんで、ガチで皆さん Z と言わずにね、Z プラス目指してほしいところかもしれないですね。はい。まあ、今回はとりあえずね、あの、動画の趣旨的に Z にしますけれども、あの、絶対ベジット持ってる人は Z プラスまで育てた方がいいんで、1スロット目は、キツブ目指して頑張りましょうっていう話をしてるんだけど、結構、渋め5% 台めちゃめちゃ出るね。はい。まあ、とりあえず、分回しまくっていこうと思います。またここも、高速化とかして回していこうと思います。はい、ということで、とりあえずね、リムーバーを50個使ったんですけれども、Z にはならなかったですね。だから 8.8 とか結構いい数字出たんだけど、それでも、Z にならなかったんで、結構際どいところ行ってますね。なんでまあ、多分、キツブ出たら Z になると思うんだけど、まあ、根気強くやっていきましょう。うん、3スロット目特に大事だと思ってるから、はい、こんな感じでもね、Z ならないんで、ちょっとまあ、めちゃめちゃギリギリのね、まあ、なんでしょう、ライン行ってるんかなということで、はい、まあ頑張っていきます。おお、 8.85 と 8.75 出たということで、緑なんだけど Z ギリギリならないんですよね。多分でも幅的にこっち育てた方がいいよなということで、ちょっと2スロット目をもう一回強化し続けていこうと思います。ただゼニーがないんでちょっと追加していきます。2スロット目を再び強化していこうと思います。はい、まあね、もうちょっと本当にもうちょっとだけ高い数値出たら多分 Z になると思うから、いやー頑張ってほしいんだけども、まあでもせっかく蛇行の結構高い数値引いてたから惜しい気はするけどな。まあ黄色粒出たらって感じですね。ただ幅がねさっきより広いから
こっちのフラグ。おお、来た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 。遮光だけど、Z 出ましたね。 22% からでもしっかり黄色になるんだということで、一応ね Z 作ることができました。はい、こんな感じで結構いい数値なんじゃないですか。これはね、3スロット目絶対強化すれば、まあうん、すぐ赤粒とか持っていけそうなんで、まあレイド期間中にやろうかなって思います。はい、そんな感じで、今回はね、教えてやるような覚醒フラグメントを Z 目指して作っていったんですが、覚醒メモリー25個とですね、あとはスロットリムーバー76個かなで、作り上げることができましたということで、一つ参考にしてみてください。ということで今回の動画は終わりましょう。少しでも、面白かった方はチャンネル登録グッドボタンお願いします。それではお疲れ様でした。